あ、取ってたんだ。わざとらしいですけど。今、パスターウェブの写真見てました。去年、たくさんの牧師たち集まって、ここで、楽しいフェロシーの時を持ちましたけど、そういえば、ギマ先生が沖縄から来て、上パンケーキでサプライズしましたね。山中先生、京都から来て、また、牧先生、神戸から。牧先生、近いけど、とっても会ってくれたら嬉しいんです。もういろんな先生たちと一緒に、ここで、フェロシップを持ちました。文先生もそうですよね。今年も11月の7から9、このヒズコールチャーチの場所で、パスターウェーブ持ちます。一緒に温泉行きましたね。そして、ボーリングもしました。みんな牧師たちや先生たちも負けず嫌いで、本性が分かったり、また家族で来て奥さんの話も面白かったです。ぜひ皆さん、もう一度集まりましょうよ。11月の7から9、ヒズコールのためじゃなくて、本当に私たちの友情のために、箴言の27:9に、友の慰めは魂を力づけるとあるんですね。フェロシップ、友達、私たちの魂を力づけます。ぜひ一緒に集まりましょう。